こんな玄関になっていたら残念ながらですね、お金をねバーンと弾き返してしまうんですよね。こんにちは、矢野慶三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。ところでですね、私のこの両手を見ていただくとですね、この両手の色が全然違ってきてるの分かると思うんですけど、ちょっとね変な日焼けになりつつあってですね、しかもここの腕とここでまた色が違うというね、これ何焼けかというとゴルフ焼けなんですけども、この前ですねゴルフ行った時にですね、日焼け止めを塗るのを忘れてですね、気がついたらこんな状態になっていたということでね、これをね妻に見せたら、そんなことをしていたらシミになるわよって言われてですね、本当にね、後先のことを考えずにやってしまったなというふうに思うんですけども、まあ、どうしてもねこういったことが起こるかなというふうなのがですね、まあ、ゴルフをやる人にはあるんじゃないかというふうに思うんですけど、本当にですね、まあ、将来のことをちゃんと考えとかなきゃいけないなと今更思っているところがあります。はい、ということで、ね、今回の話も将来のことをしっかり考えとかなきゃということで、将来借金まみれということでね、お金を弾き返す最悪な玄関の特徴って話を今日はしたいというふうに思っております。玄関とですね金運の関係性っていうのは、これねもちろんあると私は確信しているところがあるんですよね。特にですね、この金運を、弾き返してしまうような玄関も実際にはあるというふうに私は実感しているんですよね。そこでですね、今回ですね、お金を弾き返す玄関の特徴とその改善法がね手に入りますので、最後までご覧ください。そして動画の一番最後にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますのでお楽しみに。そして私は普段矢野慶三公式 LINE というのをやっていてですね、ここで5本の動画をプレゼントさせていただいております。興味がある方は概要欄の3段目あたりに詳細がありますので、そこをね、見ていただいて友達申請をねポチッと押してみてくださいね。それでは最悪な玄関のその1行きましょう。その1はこちら、物置になっている玄関っていうやつです。これね、どうでしょうか、家の中にしまう場所がないということでですね、玄関にとにかく、まあ、物を持ってきて、玄関の土間に置いたりとか、下駄箱の中に入れようみたいな形で、気がついたらですね、玄関が物置きのようになってしまっているケースって実際あったりします。これがですね、実はですね、金運を引き寄せる、玄関の特徴の、まあ、本当にやってはいけない、代表的なことになるんですけれども、とにかくですね、この金運を引き寄せる玄関の特徴はですね、人を招き入れることを前提に作るということがとっても大切です。ここはですね、もし外しているとなるとですね、本当にですね金運から見放されたりするんですけど、特にこの物置的な玄関というのはですね、人を迎え入れる準備は全くされていない状態でもありますから、根本的な人、そこからつながる幸運とか金運を引き寄せる玄関になり得ることが、まあ、難しいんだということを知っておいてほしいんですね。ここがですね、まず玄関は人を迎え入れることが前提なんだということを念頭に置くことが非常に重要になってきます。そしてその次、その2に行きましょう。その2はですね、匂いのする玄関もこれね、いただけないんですよね。これね、本当にね、どれだけ美しく玄関が見えたとしても、これですね、玄関に入った瞬間にうっていうような匂いがするとですね、全てが台無しになるんですよね。どうしてもね、見た目が綺麗でも、匂いがふわっとしてきた瞬間に脳が勝手にね、不快だっていう形で捉えちゃうということが起こります。そしてね、自分の家の場合はですね、この匂いのことが麻痺してわからなくなるんですけど、脳もね、完全に麻痺してしまって不快な状態でですね、まあ、ロックオンされてしまうということがあります。なのでね、そういう家に住んでいるとですね、気がつかない状態でネガティブなことにぐーっと陥っちゃうこともありますから、これ本当に気をつけていただきたいなというふうに思います。特に玄関の匂いというのはですね、下駄箱の中の匂いと、あとね、家中の匂いが玄関に集まってきやすいというのがあります。これね、なので根本的に匂い改善が、ですね、まあ、必要になってきます。以前ね、この幸運住まいチャンネルで、匂いをね一瞬にして取り払う方法みたいな動画をね何回か上げたことがありますので、よかったらね検索して探して家のね、匂いをしっかり取るということをねやってみてください。そして、ね、その次、その3です。その3はですね、長居したくない玄関というのもですね、これいただけないんですよね。というのもですね、どうでしょうか、あなたの家にね誰かが訪れたら、そそくさと、まあ、帰っていってしまうというような感じの玄関、これはねもちろんね長居されたら困るというのもある人もいるかも分かりませんが、全員が全員長居したくなくてですね出ていくような玄関というのはですね、やはり
これはね、まあ、現象としては人を弾き返してるんだっていうようなイメージを持ってほしいんですよ。なのでね、さっき言いましたけども、人を弾き返すってことはその後につながってくる幸運と金運のね流れもね本当に見放してしまうということになります。なのでね、ここでもう一回しっかり、意識してほしいのは、人を招き入れるような玄関にする、その流れから、人のつながりができてですね、そしてその先に、幸運とか金運がやってくるんだと、ここの手順をしっかり意識しておいてほしいというふうに思います。なのでね、この段階ではその1とその2の改善をしっかりしていくと、変わっていくこと間違いなしなので、ぜひねやってみてください。そしてその時、その4です。これなかなか興味深い話なんですけども、ネガティブなものが置いている玄関っていうやつなんですけど、これどういったことかというとですね、例えば訪れた人が見てギョッとするものがですね、これネガティブな置物っていう話、置いているものっていうことになるんですけども、例えばですね、自分たちは慣れていたとしても、訪れた人が見てギョッとするものの中にですね、例えば剥製であったり、なんかちょっとおどろおどろしい、人形であったり、そしてドライフラワーでもなんかすごく陰気な感じとかも、古びていてほこりかぶっているようなドライフラワーであったりとか、あとはよくわからない像であったり、あとは見た瞬間にギョッとするような絵とか、まあ、こういったもの、どれでも構わないんですけども、こういったものをね、訪れた人が見た時に、もしねあなた自身がそれらが気に入っていたとしても、訪れる人が見てギョッとするものにはですね、ネガティブなエネルギーがこもっていっちゃうっていうのがあるんですよね。なので、ね、例えば玄関に置いている人形がですね、玄関に、まあ、訪れた人が見てギョッとして、わすごい人形置いてますねっていうふうに言った時には、大体それはギョッとしていることの方が多いんですよね。であとはね、剥製とかも多くの人がギョッとしたりする可能性があるので、それでね、まあ、玄関に置かない方がいいですよって話をしてるんですけども、まあ、風水とか仮想的にもねいろんな言い方されてますけど、私はね空間心理学っていう側面から、玄関に置くべきものと置かない方がいいものっていう風な考え方をしてるんですけども、そういう意味でですね、人が見てギョッとするものにはそのネガティブなエネルギーがこもるんだっていう風な、ね、認識を持ってみてください。なのでね、他人から見てギョッとするものが玄関にないか、これね客観的に眺めてほしいんですよね。なかなか自分ではもう馴染んでしまって、これの、何の問題があるのと思うかも分かりませんから、もしかしたらまあ、身近な、ね、友人とかにお願いして、私の家の玄関来てもらって、率直な意見ギョッとするものがないか教えてっていうふうにしてやるのも一つだというふうに思います。ぜひねこれをしっかりと、まあ、徹底することをね意識してみてください。そして最後ね、その後はですね、郵便物が整理されていない玄関というのもね、これいただけないんですけども、というのもですね、どうでしょうか、郵便物がね束ねっぱなしで、もうなんかね2週間とか3週間気がついたらもう全く、何もやってなくて溢れかえりそうになってるみたいなことがあったりする可能性があるんですけども、これ本当にね郵便物がゴミなのか必要なものかわからない状態で放置をしてしまうっていうのは、これ非常にまずい。これ物理的っていうか、まあ普通の生活においてもまずいことが起こっている可能性があるんですよね。特にですね、ここでね意識してほしいのは、実はね金運を逃していく人たちの特徴としてはですね、やはりね物事を先延ばしにする傾向があったりするんですけども、それがね郵便物を見ずに先延ばししているところとリンクしていったりする可能性があるんですよね。なのでここでですね、意識したいのは、その郵便物の中には、重要書類などもある可能性も十分ありますから、とにかくですね、郵便物に関しては届いたらすぐにその場で開けて、必要なものと必要じゃないものにですね、区分けして、そしてね、必要なものに対して迅速に対応するという形で、社会的に信用度をアップさせることがねとっても大切なんですよね。結局 金運っていうのは、社会的信用度とかあなた自身の信用度が上がっていく先にですね、金運って高まってくるところがね、まあ、連動していますから、その、ね、一番根底になる、そういう郵便物なんかをですね、しっかりと、まあ、迅速に対応する、これをですね、丁寧にやることがとても重要になってくるというのはね、これ本当に実感してほしいなというふうに思います。はい、ということでね、今日の玄関の話最後にまとめておきましょう。物置になっている玄関はもういただけないですよって話しましたし、まあ、匂いがする玄関、長居したくない玄関、これね多分1と2の組み合わせとかね、あとはね4つ目のネガティブなものがある玄関でギョッとするんで長居したくないということが起こったりしますので、この辺はね、全部ね包含しながらね、それぞれの流れを見ながら、できるだけそうならないように気をつけるということをやってみてください。そしてね、最後のね郵便の整理ができていないと、郵便物ですよね、これもですね本当に、ね、
金運の手前にある人間関係とか信頼関係を崩す原因にもなりかねないんですね。ここ本当に気をつけてやってみてくださいね。はい、ということでね、今日の話、実践できそうなところから実践して、ぜひね、実感するということをやってみてください。そしてね、よかったら今日の気づきとか感想とかコメント欄からどしどしお寄せください。毎回すごい楽しみに拝見しております。そして、ね、最近私の質問をですね、一番上のコメントのところに固定しているので、その質問に答えていただいた方の中からですね、3名の方のコメントをですね、後日の動画の一番最後で紹介するということもやっておりますので、よろしくお願いいたします。あと、リクエストとご質問がある方もコメント欄に入れていただいて、たらリクエストはまた別の動画にして、そしてご質問に関してはね、この後のコーナーでピックアップする可能性もありますので、よろしくお願いいたします。そしてこのタイミングでチャンネル登録まだの方は、チャンネル登録と高評価のグッドボタンをね、押していただけると励みになります。そして私は公式 LINE 以外にも、アメブロではこぼれ話、 Twitter で日々の気づき、メルマガで家づくりに特化した情報、そしてボイシーで言いたいことをガオーって言いまくっておりますので、すべてね、概要欄の下の方にリンク先がありますので、ぜひ、フォローね、お願いしたいというふうに思います。そして最後に一つお知らせです。私は普段幸せなライフスタイル研究所とオンラインサロンですね、 Facebook のグループページを使ってやっております。有料でクローズドならではこそお伝えできる話をさせていただいたりとか、サロンメンバー個別の毎月の運気の活用法の話をしたり、あとはね、月に1回から2回、直接私に音声で質問ができる Q&A ライブなんかもやっております。興味がある方は概要欄の5段目あたりね、詳細がありますので、それをじっくりとご覧ください。ではですね、お待ちかねの最後にご質問にお答えするコーナーです。今日のご質問者はですね、この TA さんですね。ありがとうございます。矢野さん、いつもありがとうございます。質問です。断捨離したら、亀の剥製を見つけて、どこに置いたらいいかわからず、とりあえずリビングの床に置いてるのですが、剥製は持たない方がいいでしょうか。もし家に置く場合はどこに置くのがいいでしょうか。よろしくお願いします、ということですね。今日剥製の話をしましたけども、このね、TA さんの亀の剥製がですね、家族の誰が見てもですね、ギョッとしなければリビングとかに置いてもいいというふうに思います。家族の誰かがですね、いや、やっぱしちょっと置いておくとなんかこう薄気味悪いとかいうふうな感じのことを言うようであれば、これね、神社とかお寺とかでですね、供養していただいて処分することもできたりしますから、そういう形でね、処分するのも一つかも分かりません。そしてね、できれば置く場所としては、家族が集うような場所で、みんながね、好きであればそういった場所に置けばいいと思いますけど、玄関とかはですね、それを見た時にギョッとする人が出てきたら、ネガティブなエネルギーがね、今日言ったようにこもる可能性がありますから、それはね、できるだけ、控えた方がいいんじゃないかというのが私の考えです。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日になることを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。